和歌山県第1区は1947年から1993年の総選挙まで用いられた日本の衆議院選挙の選挙区である。定数はずっと3だった。1986年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数50万325人、投票率70.79%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数47万8025人、投票率76.64%第38回衆議院議員、総選挙7月6日。 執行当日有権者数、46万4344人、投票率 72.、72.51%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、48万2936人、投票率 76.、76.40%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行、 当日有権者数、47万511人、投票率 71.、71.92%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、46万8190人、投票率 68.、68.01%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、 45万9283人、投票率73.45%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数44万9607人、投票率71.76%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数433。 966人投票率 68.、68.51%。第31回衆議院議員総選挙1月29日執行。当日有権者数、39万6376人。投票率 73.、73.99%。第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日。有権者数、36万7252人。 投票率 71.、71.14%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数、34万5083人。投票率 73.、73.51%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、1投票率 76.、76.99%。 第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数。人投票率。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数。人投票率。第25回衆議院議員総選挙10月1日執行。当日有権者数。人投票率。第24回衆議院議員総選挙1月23日執行。 当日有権者数、人投票率。第23回衆議院議員総選挙4月25日執行。当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。